車、せっかく車買ったんだし、駐車場付きで安いところに行こうと思って、伊豆とか引っ越すかもしんないし。温泉街に近いところに引っ越したら、毎週末温泉行って車中泊のんびりして酒放題じゃん。もう一番いいや、それが。こんなゴミゴミしたと、こんなゴミゴミした都会に住まんでも。小田原厚木とかは東京方面は電車で行けるし、温泉には車で行けるぞ。マジか。あれは小田急が通ってるところは、それが小田原なん？え、小田原と温泉近いの？小田原ってどこなん？箱根の隣。あ、もうほぼ箱根。ああ、え、田舎じゃない？ え、小田原田舎。まあでも別にな。なんもない、なんもないやん。でも東村山もみんなこんな感じだったわ、よく考えたら。 東村山も別にみんなこんな感じやわ。ごめんごめん、田舎って言って。全然そんなことない。東村山もこうや。駅前に行こう。駅どっちだろう。どっちだろう。わ、小田原はあれだね。もう、あれだね。小田原って都会だね。でも、磯丸水産がない。磯丸なんかなくてええやん。 でも、急に夜中に磯丸水産に行きたくなったらどうするん？おい、特段何にもないぞ、田舎か。反対側にいろいろあるはずなんだけど、なるほど、なるほど、こっちが、西口があれなのか、こっちがメインか。お、ほんまや！いや、しょぼいって言うけど、東村山もこんな感じやから。 東村山に似てるわ。東村山より発展してるやん。てか別に車あるんだからちょっと足伸ばして温泉行けよって話だよな。そういうなんか酒飲みたいとかがあるんなら。お前、こっち側あれですね。日高屋も、お、日高屋が、え、ドトールもあるし、日高屋もある。え、東村山より発展してる。え、新宿ぐらいあるやん。ドン・キホーテもあるやん。え、新宿、いきなりステーキ、行き捨てあるやん。え、新宿だ。言うて一人で外で酒飲むか、飲むけど。中野ぐらいあるんちゃう、これでも。 え、これでもマジぶっちゃけ中野ぐらいあるんじゃない？串カツ田中もあるじゃん。え、ぶっちゃけ中野レベルの戦闘力あると思うんだけど。中野ぐらいあるよな、これ。中野ブロードウェイがない中野だよな、これ。東京にこだわって東村山に住んでるのがバカみたいじゃん。 ほんまやわ。何が東村山の東京じゃない田舎みたいな雰囲気が落ち着くだよ。さすがですな。でも温泉も近いわけでしょ。いや、ドン・キホーテと串カツ田中ある街って、まあ、なかなかないからな。王将もあるやん。え、東村山を優に超えてるんだけど、王将がある時点で。
東村山ってそんなしょぼかったの？東村山めっちゃしょぼいで。東村山マジで何にもないぞ。なめんのよ東村山を。サイズもあるやん、天野もあるやん、全部あるやん。ここゴーゴーカレーもあるじゃん。え、中野よりちょっと強いまであるけどな。ゴーゴーカレーもあり、え、中野よりちょっと強いまであるけど、ブロードウェイがブロードウェイを補ってあまりあるぐらい発展してるけど大丈夫？え、もう新宿じゃない？ラーメンはさっき家系ラーメンの店あったら、え、なんか温泉、なんかスパリゾートみたいなやつない？映画館ある？え、興味ない、ね、映画館に。そんなにそこまで映画館欲してないね、こっちは。さっきから映画館映画館って。あ、吉野家もあるやん。すき家もあるやん。いや、おい、マジかよ。中野超えたやろ。え、怖い、なにこれ。え、黒ボンだ。え、ボンバーマンだ。え、なにこれ、怖いんだけど。え、ボンバーマン浮いてる。俺にしか、え、これ大丈夫、これみんなに見えてるよね。俺にしか見えてない、妖精じゃないよね。黒ボン浮いてるの俺、これ黒ボン浮いてる、やられたのかな、味噌ボンかな。え、ケンタッキーフライドチキンあるやん。いやいや、余裕で東村山超えたけど。もう東村山ぶっちぎったけど。お前、駅前めっちゃ居酒屋あるやん。庄屋あるやん、庄屋。まあ、でもあれか、映画館がないのか。でも映画館がないのか。映画館ないのはちょっとな。映画館がないんや。あんじゃねえのか、映画館も。あんじゃねえのか、映画館も探しや。魚民あるやん。ジョイサウンドもあるやん。え、東宝シネマズ小田原あるの？東宝シネマズ小田原あります。嘘やろ、東宝シネマズあんの？中野超えたやん。じゃあもう、台東ステーションはあるじゃん。え、台東ステーションあるやん。え、じゃあもう中野じゃん、ここ。中野ブロードウェイとか、もうブロードウェイを補ってあまりあるぐらい中野やん。どこにあるの東宝シネマズ。いや、さっきね、ブックオフがあるな見かけた。さっきブックオフあるなと思った。大したったらもう高田馬場も超えたやん。ほんまや、高田馬場も超えたじゃん。馬場も超えたじゃん。馬場もミスタードーナッツもあるやん。中野のサンロードにある物件あるやつ全部あるんちゃう、ここに。少なくとも東村山よりは都会。余裕で東村山よりは都会。なんか思ったより便利そうやな。さすがにサンロードの方が店多いわ。いや、ね、サンロードは店多いだけだって、そんなに必要とする店あるかって言われたら疑問が残るで。この辺に住みたいな、どうせなら。じゃあこの辺に住みたいな。ユニクロある、通販でいい、ユニクロなんて。でもユニクロもあんじゃないのか、探したらイオンあるって言ってたし。バーミヤンも今あった。え、バーミヤンあった今。
まあ、バーミヤンは東村山にもある。まあ、でもナイトアルトじゃ大違いだからな、バーミヤンが。あ、ほんまバーミヤンある。ほんとだ、バーミヤンある。ひっそりとバーミヤンある。バーミヤン、ここに住みたいわ。ここに住みたいわ。これなんていう物件この物件のお家賃出してくれよ。この物件なんやねん、高そう。ここ絶対分譲マンションくそ、貧乏にお断りか。ゾフなくない？あ、青ボンもいる。え、なにこれ、ボンバーマ、え、ボンバーマン祭り？小田原ボンバーマン祭り？ここから、この小田原から温泉までどれぐらい車でどれぐらいかかるんですか？箱根の温泉まで、ここから。これ何年頃のソリトビューなの？ 2 年前。30分余裕やな。箱根湯本まで15分ぐらい。おい、近い近い。近い。近所やん。もうなんかこれが、え、これ小田原城か。あ、これひょっとして、これひょっとして小田原城じゃない？えらい観光地っぽいけど、これ小田原城だわ。新宿までは新幹線も使って1時間。なるほどな。新幹線で1時間。ありだな。